て、マー君。時計。言ってごらん。時計。はい。おはよう。おはよう。朝、ぴょんちゃんを起こしにお兄ちゃんがやってきました。起きる時間だよ。ほら、時計を見てごらん。長い針が12、短い針が7を指しているでしょ。これが7時って言うんだよ。7 1 7でしょ、12でしょ、7時おはよう。朝の7時おはよう。おはようは？おはよう。はい。8時からみんなで朝ごはんです。ぴょんちゃんよく噛んでね。おっと、バスに遅れるぞ。はい、8時見て、8、くるくるくる回して、こっちこっち、反対、ノア君こっち、ノア君やる。12まで持ってきて。はい、チーン。8でしょ、見てのあくん、8、8時、8時からみんなで朝ごはんです。ぴょんちゃんよく噛んでね。おっと、バスに遅れるぞ。僕も遅刻しちゃう。お父さんは会社へ、お兄ちゃんは学校へ、慌てて出かけていきました。私も幼稚園へ行くの。お母さんの作ったお弁当を持ってね。9時になりました。お母さんと一緒に幼稚園へ行く時間です。9時、何分？9時。はい、チュン。見て、チュン。ノア君、何これ？発砲。九？九車。はい、九。九。九時。九時。短い針が九。九。長い針が12。見て、ノア君。9時になりました。お母さんと一緒に幼稚園へ行く時間です。10時、ぴょんちゃんたちはお絵かきをしています。お絵かき、10時だって。10時、10時、ぴょんちゃんたちはお絵かきをしています。私たちお庭で遊ぶのも大好き。ちょっとお腹が空いたけど、時計はまだ11時。11時だって。11時、ちょっとお腹空いたけど、時計はまだ11時。12時です。12、見て、12。チン。12時です。お腹空いた。今日のお弁当は、ほら見て、時計よ。わあ、ぴょんちゃんのお弁当面白い。見て、いただきます。なあくん、いただきますわ。ありがとう。ありがとうじゃなくて、いた、いただき、いただきます。ます。いただきます。はい。あ、せーよ。うん、できたね。できた。は、幼稚園の帰り道、お迎えに来たお母さんと一緒にお買い物です。今、何時でしょうか？知らないおばさんがお母さんに尋ねました。ぴょんちゃん。ぴょんちゃん。
あのね、今2時よ。私時計が読めるの。ぴょんちゃんが代わりに答えてあげました。2時だって。 1 2、はい、1 2 3、2時だって。公園の丸くて大きな時計は今2時半です。2時半、3時になったらお家に帰ってお兄ちゃんと一緒におやつにしましょう。はい、短い針が3のところへ行ったら3時ね。見て、見て、短い針が3やってんの。はい、3、3のところへ行ったら3時。はい、ただいま。あ、お父さんおかえりなさい。お父さんはいつも7時に帰ってきます。今日のご飯は何かな。7時だって。7時、夜の7時だよ。なあくん、見て。なあくん、7どれ。7、6、1 2 3 4 4 6 5 8 6 7 7だよ8。8時になったらお父さんと一緒にお風呂です。8時だって。できる？見て、短い針見て。8時。私時計が読めるの。お兄ちゃんに教わったのよ。じゃあお父さんが帰ってきたのは何時だったかな。7時。あれ、私が朝起きたのも7時だった。うん、朝の7時と夜の7時があるんだよ。1時から12時まで、どれも1日に2回あるのさ。へえ、明日幼稚園でみんなに教えてあげようっと。見て、これね、夜だよ。いや、お風呂の時間でしょ。8時ね。夜の8時、夜の9時。見て、あ、眠いの時間だよ。眠い夜。あ、お星様が出てきたね。出たね。ねえ、お星様。見て、フクロウさん。あ、ピーゲン。フクロウさん。夜だよ。あー、みんなが眠いしてる時間だね。見て、太陽出てきたよ。おはよう。太陽出てきた。おはよう。朝はのうくん何時に起きるの？8時に起きます。8時ね。朝ごはんは何時？8時半。半分ね、見て。半分。8時半。じゃあ何時に遊ぶの？なあくんは10時かな。10時に遊んで、おやつは3時かな。あ、12時、お昼。12時。3時におやつ。なおくん、お風呂は7時かな。
なあくん。7時。なあくん寝るのは9時かな?9時。9。9。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。また明日。おやすみ。